こんにちは、はるです。今回は値のデータをパーセンテージ表記にする際にセットで覚えておくと便利なショートカットキーを演習していきます。このチャンネルではこれまでもマウスを使わずにキー操作だけでコマンドを実行するショートカットキーをたくさんご紹介してきましたが、せっかくショートカットを覚えるなら一個一個単発ではなく組み合わせて身につけることで実際の業務でサクサクと作業を進めていきたいですよね。例えばこんな風にデータをインプットして見出しの部分の書式を整えたい場面でコントロールシフトカーソルキーで範囲選択して Alt HAC で中央に揃えてコントロール B で太字に変換して Alt HBO で下罫線を引くといったように一連の流れで染み込ませておくと日々のルーティンワークをより効率的に進めていただけます。今回はその中でも値をパーセントに変換するときに組み合わせて使うことで絶大な効力を発揮してくれるショートカットキーをご紹介していきます。このシリーズでは実務で出くわす機会の多いシーンを想定して1セットずつ厳選してご案内していきますので、本日もぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは早速やっていきましょう。今回は担当者ごとの販売実績において計画に対する達成率を求めていきます。まずは C 列割る B 列で計算自体を済ませておきます。ここでキーボードのコントロールキーとシフトキーと数字の5を同時に押します。これによって値がパーセント表記になります。担当者ごとの計画値と実績の数字はどれも異なりますが、達成率は全員 110% のようです。このままでもいいんですが、達成率や前年からの伸長率、構成比を表現する際は小数第1位まで見せることも多くありますよね。そんな時はパーセント表記に変換した後に Alt-H0 と順番に押していきます。今実行した Alt-H0 は小数点以下の表示桁数を増やすアクセスキーです。コントロールシフト5とセットで覚えておけば様々な場面で大変有効に使っていただけます。通してやっていきましょう。達成率を求める数式をインプットしたらコントロールシフト5でパーセント表記にして Alt-H0 で表示桁数を増やします。以上のように今回は値のデータをパーセンテージ表記にする際にセットで覚えておくと役に立つショートカットキーをご紹介しました。単発ではなく組み合わせて染み込ませることで実務における作業を次々と進めることができます。もしよければ皆さんがよく使う一連のショートカットキーの組み合わせをぜひコメント欄で教えてください。そして今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。